おはようございます。魚津新海の越川でございます。今日は12月26日ですね。今朝はですね、朝5時からちょっと、遅刻しましたが、倫理法人会に参加をしてまいりまして、それからこのいつもの街頭演説に来ております。昨晩はですね、私、文化町という、町内会長、区長というふうに、私どもの地域では言うんですけども、その町内会のですね、執行部会がございまして、来年度の区長をどうやって選んでいくかということについてですね、執行部の方々とお話をしました。もうね、高齢化が進みまして区長のなり手がいないんですよね。それで若い人たちがもう少なくなって、また昔はもう魚津市内で最も繁華街だった文化町です。魚津市内だけじゃないですね、この富山県でも有数の繁華街であった文化町町内会なんですが、もう今や自営業者はほとんど おられません。若い人たちもですね、会社勤めの方が多くなっているということで、区長さんのなり手がいないんですよ。これ本当に困ったことなんですね。で、その選出の仕方をどうやっていくかということ、それについて、いろいろと案を出し合ってですね、なんかいい方法はないかというお話をしておりましたが、絶対的にそのもう高齢化して区長になってね、もういろんなところに出かけて行ったりする足もない、車がだいたい運転できないということがありますし、あと会計さんの方もですね、パソコンできる方がやっぱり限られてきてるんですね。そうなると決算書を作ったり、そういったこともパソコンでやることが難しいということで、今回は、総務とい う職をですね、これは規約に書いてあったんですが、今までなかったんです。実際にそれを新たに設けまして、総務さんの方でこのパソコンの入力作業を行う、そして、区長さんをバックアップするというような新しいやり方を取り入れようということになりましたが、それでもね、次の班の人はもう区長をやれる人がいないということで、その次の班に回さないといけない、そういう状況です。この人口減少ね、ほとんど効果が出ていないということは今朝の新聞でも報じておりました。出生数が2年連続で100万人を切っているという状況です。94万人ですね。そして、亡くなられた方とのその差し引き、毎年40万人ほど日本の人口が減少していっているというこの状況をね、どうしていくんでしょうか。これだけ税金を投入して子育て支援をしているんですが、まだまだ間に合わないということです。私たちの自治体もですね、人口減少を食い止めようと、産婦人科医院をですね、公設民営で作って、果敢にチャレンジしておりますけれども、何かこの基本的なところが変えないといけないんじゃないかという気がずっとしています。これは大きな仕組みを変える必要があるんではないか、そのような街頭演説を今朝させていただきたいというふうに思っています。いや、みぞれからこれあられかな、こういう天気が一番厳しいですけどね、頑張ってまいります。